そしたら続けて三平方の定理を使った問題をやっていきたいと思います。右の図で AP は P を接点とする円 o、NO、の接線である。なんか難しいことを言ってるね。まず、接線っていうのはこういうふうに円に接している線のことです。そしてそこには必ず円とこう触れる点があるので、こういう点のことを接点と言いますよと。まあそのままに接している点やから。 そして今はこの円 o、NO、と点 P が接している。接点になっているな。で、さらに円 o、NO、の半径を6センチ、線分 OA の長さを1 6ンチとするとき、線分 AP の長さを求めなさいと。えっと、OA の長さ。ここの長さが1 6ンチになっています。そしてこの円 o、NO、の半径は、まあ例えばどこでもいいけど、これは6センチになってるわけよね。このときに線分 AP。 ここの長さを出してくださいっていう話です。はてなセンチを出してくださいってことです。これはどうしたらいいだろうね。ま、この問題は円と接線の性質、これが分かっていないとどうしていいかよく分からないはずです。ただそれが分かっていたら三平方の定理から AP の長さをすぐに出してあげることができます。その円と接線の性質は何かっていうと円の中心から接点に向かって 線を引っ張った時それを結んであげた時ここにできる線っていうのはこの接線に対して垂直に交わるんですそしたらここに直角三角形出てくるんやねちょっと取り出してあげるとどうなるかっていうと細長い直角三角形ですこういう直角三角形が出てきますよとここの部分が直角です OPA になってるね で出したいのは AP の部分ですよとで分かってんのは OA は 16cm になりますそしたらこの OP はいくらになるやろこれも分かってるやんねこの OP っていうのは NO の半径になってるのでここは 6cm です直角三角形のうち2つの辺の長さが分かったのでここ xcm にして三平方の定理から長さを出すことができるやんな えっと、斜辺の二乗。十六の二乗は、この六の二乗と x の二乗を足したやつやでって意識が作れるよね。十六の二乗は、えっと、六六三三足して九やね。六一です。二百五十六やね。十六の二乗は二百五十六です。二百五十六は256です、256は 三十六す x の二乗で、これをこっちに持ってこようか。そうすると引くになるから二百二十なねな。二百二十は x の二乗ですよと。そしたら x 割って聞かれたらいくらになるかっていうと二百二十のルートを取ったらいいので難しいな。ルート220やね。でこのルート二百二十何本になのやろ。ルートの中はなるべくちっちゃくせなあかんねな。 こういう大きい数字のルートをちっちゃくするときはこの中に二乗が入っているかっていうのを探してあげればいいので素因数分解するんやったら覚えてるちょっと久しぶりにやってみようか素因数分解っていうのは順番にこの数を素数で割っていくやね素数っていうのは一とその数でしか割れない数ですなのでこれパッと思いつくのは二で割れるやね百十です二で割ったで割った数を書いていくやね 百十もまた二で割れるよね。二で割ると五です。五です。五はまだこれ割れるよね。五で割れるよな。そしたら十一です。十一はもうこれ以上素数で割られへんので、これで終わりやね。220っていうのは二の二乗かけ五かけ11やってな。そしたらこの二乗の部分が、ルートの外に出ていくことになるので、 えっと、x ルート220っていうのは2が外に出て2ルートで残っているのはこの2つが残ってね中に 5×11 で55ですちょっとだいぶややこしい数になっちゃったけど答えは2ルート5 5ンチになりますよとこういうふうに円と接点接線の性質からこのよういうところでも三平方の定理を使っていくことができるんです